この前相談した件ですけど、何かいい案は思いつきました？ いきなりですか？ わかりました。やってみましょう。 早速緊張してきました。 へえ、お前、サシャに狩りを習ってたのか。こいつどんくさそうだからな。さぞかしサシャの足を引っ張ったんじゃねえか。そんなことはない。むしろ狩りに向いている。いや、ないかな。あれ、みんなもどう。 いや、今度一緒に狩りに行くも、やろう。どうしたサシャ、歯でも痛いのか。なんか喋り方がおかしいぞ。いえ、なんでもありません。とにかくいつか皆さん一緒に 狩りに行ってみましょう。すみません、失敗してしまいました。ああ、いけそうな気はしたんですが。自信ですか？どうすればモテるようになるんですかね。例えば 難しい任務を成功させるとかでしょうか。ならあなたと一緒に任務に行けるよう上官に掛け合ってみてもいいですか。今はそういうのが必要な気がするんです。ありがとうございます。お願いしますね。 好きな食い物は何やでしょうか。私はどんな食い物も好きやけど、やっぱり芋か肉がいいですね。今はこんな話してる場合じゃなかったですね。任務に集中しましょう。 こんなもんだ。よく来てくれたな。覚えとくよ。お礼なら上官の食料庫からもらえますか。しっかり頼むぜ。救援要請を確認する。私が向かいます。相手になるよ。 よろしく。了解だ。お礼なら 上官の食料庫からもらえますか。あのエンタ、救援要請か。片付けを。よっと。拠点は頼んだ。
拠点はここだね。相手になるよ。しっかり頼むぜ。始末してやる。討伐完了。相手になるよ。押されてやがる。拠点は頼んだ。ありがとう。助かる。お礼なら上官の食料庫からもらえますか。片付けよう。こんなもんか。始末してやる。あの巨人、注意が必要だ。兵長、当たってます。相手になるよ。よっと。ここは。こんなもんか。片付けよう。討伐完了。巨人から土地を奪還してお腹いっぱいお肉を食べるんです。よっと。せっはしてやる。団長、頼みます。ああ、承知した。あの巨人、危険な感じがピンピンします。落とした。戦闘中に勢いで自然に喋ろうとした方は失敗しましたけど、手伝ってくれてありがとうございました。やはりあなたの動きは狩人っぽくて素敵です。お腹も減りましたし、早く帰りましょう。今日の夕食は何ですかね。例の任務、うまくいきましたね。
一時はどうなるかと思いましたが、あなたのおかげで助かりました。頼もしい同期がいてくれて心強いです。これで自信がついた気はしますけど、まだ故郷の言葉でみんなと話すのは慣れませんね。また狩りに付き合ってくれませんか。あなたは狩人に向いてるようですし、お肉を食べれば私も踏ん切りがつくと思うんです。お願いしますよ。